呼び立ててすまなかったね、シン。ああ、すまない。連絡するのを。サプライズ大成功だね。そんなことはないさ。なあ、みんな。相当の供物が用意されているのだろうな。要求。お腹が空いたので手短に済ませましょう。ダーリン、この後一緒にディナーに行きましょう。美味しい和食のお店を見つけたんです。するために私たちは呼ばれたのか。まあそうだね。シンには少し話しているが、ラタトスク金星の新作、恋してマイリトルシドー2のお披露目のために来てもらった。そういうわけにもいかないのよね。今度のマイリトルシドー2はスーパーシミュレイテッドリアリティ恋愛ゲームなのよ。シミュレイテッドじゃなくてシミュレイテッドね。今度間違えたら踏みにじるわよ。それはともかく、要するにバーチャル体感ゲームなのよ。処理が複雑で通常のコンピューターでは制御できないの。だからフラクシナスに搭載されたスーパーコンピューターが必要ってわけ。ただのギャルゲーというわけではないんだ、シン。このゲームは天狗士を完全に再現した仮想空間を体感する。つまりもう一つの世界に意識だけを飛ばすようなものだ。こういうのはね、実際にやってみないとわからないことの方が圧倒的に多いわ。今日はその辺も含めてのテストなの。うだうだ言ってんじゃないわよ。仮想空間での役割を犬にするわよ。